ポーランドの観光地。ポーランドの観光地では、ポーランドの観光について述べる。1989年12月25日まで、ポーランド全土は冷戦体制の下で、東側諸国の重要な軍事拠点となり、外国人に門戸が閉ざされていた。冷戦が終わって、ポーランドに駐留していたソ連軍が全面撤退してから20年経ったヨーロッパの中核地域。 2007年12月21日には、宣言協定に加盟し、宣言協定加盟国すべてとの往来が、パスポートなしで可能となった。2013年における経済、協力開発機構加盟国の治安ランキングによると、ポーランドの治安の安全性は、36、過酷中日本についで2位、3位はイギリス、国連、アナドックによる、 人口10万人あたりの発生率では、高等率2012年70カ国中37位43.67件、日本64位2.87件。ポーランドの犯罪被害は稀で、アイルランド、イギリス、アイスランド、エストニア、オランダ、デンマーク、スイス、ベルギー、スウェーデン、ノルウェーといった一般に、 治安が良いと考えられている国々よりも犯罪被害率が低い。この低い犯罪被害率でさえ年々さらに激減しており、2004年から2010年にかけての7年間で25%の減少。ポーランドの警察への国民の信頼度は非常に高い。また、ポーランド人にはヨーロッパ人のうち犯罪被害に遭うのを最も恐れる用心深い気質がある。 ヨーロッパ人の間に定着した偏見として、ポーランドでは自動車の盗難が多いと言われるが、実際のところポーランドの自動車の盗難率は、イギリス、デンマーク、アイルランド、スペイン、ポルトガル、オランダ、アイスランド、イタリア、ノルウェーなどといった国々より低い。世界遺産の数は全部で13件あり、中東大地域で3番目、ユネスコ生物圏保護区が9カ所ある。 古都クラックフの旧市街にある中央広場、リニック・グラウンには世界で最も美しい広場と評価されている。看板等の表示や列車での音声案内などがポーランド語だけである場合が多く、英語の表示や音声案内が少ないことはポーランドを訪れる外国人観光客の多くが不満を持つ点である。また、ポーランドの鉄道は、 共産主義時代から働いている職員が窓口にいることが多く、英語は通じない。鉄道は2001年に民営化されている元国有のポーランド鉄道グループ PKP P が総延長 23,429km 国内の主要鉄道網、線路等の施設は国有の列車と国際列車を運営している。長距離バスはポーランド道路交通車。 PKS の各社、ポーランド鉄道社、PKP、ユーロラインズポーランド社、ポルスキーエクスプレス社などによって運行されいる。PKS は元国営であるが民営化後、各主要都市ごとに分社化した。当期、暖房のない長距離バスが運行されているので注意する。小規模のバス会社がいくつかある。各地方で都市間を結ぶバスを運営し、 バスターミナルは主に各地の PKS が運営する。国内の各都市間やその他のヨーロッパ各都市への飛行機がある。ポーランドにはカッセンや運河を利用した総延長3 8 1 2トルの水上交通網がある。海上主要港はグダニスク、グディニャ、シチェチニイコールシフィノイシチェ、ウストカ。都市内の公共交通にはバスと路面電車、 トラムがあり、路面電車は国内30都市で運行する。グディニャ、ソポトの一部、ルブリン、キュイヒュイではトロリーバスもある。ワルシャワには地下鉄、メトロがある。ポーランドは高速道路や都市バイパスが少なく、幹線道路や都市部は混雑することがよくあり、舗装路面が傷んでいる。交通事故死亡者数はヨーロッパで最多となっている。 客からの電話に応じて無線で配車をしている市内タクシー、ラジオタクシーはメーター制である。初乗り料金や料金単位は各自治体で異なるが、同じ自治体では業者に関わらず同一である。空港や主要駅などには個人営業のいわゆる白タクがいることがあり、交渉によっては、特に長距離移動では正規のタクシーよりかなり安くなることがあるが、 市内移動などの近距離では正規のタクシーより高い料金を提示されることが多いので近距離移動に白タクを使うのは避けた方が良い。ホテルが自前の送迎タクシーを持っている場合があるが高級車を使用しているため特別な許可を得て高めの料金設定をしている。遠隔地の空港などと目的地の間で運行される長距離タクシーもあり、 正規の運行をしているが、これも近距離移動では通常の市内タクシーより料金が高くなるので、近距離の利用には避けた方がよい。公営のタクシースタンドは正規の市内タクシー、ラジオタクシーしか利用できない。ポーランドの主な観光地を以下に列挙する。世界遺産の正式登録地は13カ所。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。